これどこまで深いんですか？こちらですね、あの深さが35メーターほどある立て坑になります。はあ、これは どういうための穴なんでしょうか？今新幹線工事で羊蹄トンネル のシールドマシーンを最終的に解体して外に運び出すための建て工となります。なるほど、巨大ですね。そうですね、シールドマシーン自体もですね、かなりの大きさありますので、シールドマシーンを解体してあげるもののですね、ある程度の大きさは必要ですので、このぐらい大きな形になっております。なるほどですね。あ、そうですね。新幹線の上下線2線が入るような構造となっています。ただ今はですね、掘削して、最終的な壁はこれから仕上げは行うんですけれども、掘削して外側の形だけ、掘り終わったというような状況となっています。ちょうどこの、重機が置いてあるところまでが実際の新幹線の他のトンネルとも同じようなナトム工法で掘った新トンネル断面になるんですけれども、その先については少し断面が広くなってると思うんですけども、円形にですね、ちょっとあそこら辺でちょっと拡幅されていると見えると思うんですけれども、そこからですね、シールドマシンがこの中にですね入ってこれるように準備をしているような状況となっています。またここに関しましてはこの先にも岩塊の恐れがないかということで先こちらも75メートルほどなんですけれども、その事前の調査でリスクが高いところに関しては水平のボーリングを行って安山岩の岩塊が出てくる可能性があるかどうかというのを調べて、なかったので現在こういった形で迎える準備をしております。すごいですね、染み出てきて。そうですね、非常に羊蹄山付近 の地山はですね、水が豊富でして、なかなか掘削するときはですね、この水を、なるべく下げながらですね、工事の方を進めていきたいというふうに考えています。持ってこういうふうに鉄板で固めても、染み出てくるということですよね。そうですね、